ジョエル・チュクマ・オビは、ナイジェリア・ラゴス出身のサッカー選手。U.S. サレル・ニターナ1919 19所属。ポジションはミッドフィールダー。同じくサッカー選手であり、ナイジェリア代表のミケル・ジョン・オビはいとこ。インテル出身地ラゴスのクラブを経て、2005年に、インテル・ナツヨナーレ・ミラノの下部組織に入団。各年代別カテゴリーを経験した後、2010年に、 トップチームへ昇格。同年9月29日の UEFA チャンピオンズリーグベルダーブレーメン戦でデビューを果たした。負傷したデアン・スタンコビッチに代わって途中出場し10分間プレーした。セリエ A におけるデビューは同年10月17日のカリアリ戦で後半21分にフィリペ・コーチーニョに代わってピッチに立った。2011年2月パルマ f c へ。 共同所有権が譲渡されたが、2012年1月に、インテルナツヨナーレミラノが350万ユーロで、権利を買い取った。2014年11月24日に行われた、AC ミランとのミラノダービーでは、1点ビハインドの状態で迎えた後半16分に、同点弾を奪い、勝ち点1獲得に貢献した。2013年9月2日に、 インテルナツヨナーレミラノからパルマ FC にレンタル移籍で移籍した。シーズン終了後にインテルに復帰。トリノ2015年7月3日、トリノ FC へ移籍キエーボ・ベローナ2018年8月11日、AC キエーボ・ベローナへ3年契約で移籍 サレルニターナ2021年7月21日、US サレルニターナ1919 19と契約した。2011年2月9日に、ラゴスで行われたシエラレオネとの親善試合で、ナイジェリア代表デビュー。同年のアフリカネーションズカップ2012予選では4試合に出場した。ありがとうございます。